皆さんこんにちは、ゆえりょうこです。ボックスジェスチャーバトンリレーとうとう私に来ました。年末最後のバトンリレー、どうぞ皆さん楽しんでください。前回は鎌田雷樹ちゃん、正解は指輪が取れなくなり焦る人のジェスチャーでした。皆さん分かりましたか？私はすぐ分かりましたが、なんか何やっても可愛いなと思いました。おばちゃんも負けずにジェスチャー頑張ります。皆さん当ててくださいね。それではいきます。はい、これは何のジェスチャーだったでしょうか？年末になり皆さん、コロナもありいろいろと大変かと思いますが、体調に気をつけて新しい年をお迎えください。それでは次回は相武咲ちゃんに回します。頑張って咲ちゃん。